天使の代理人は山田隆史の小説。2004年に原冬者より発表された。助産師でありながら数々の中絶の現場に立ち会ってきた桐山冬子が妊娠中絶希望者を説得し、思いとどまらせる団体、天使の代理人の一員となって活動する姿を描いた小説。この小説を原作とした、 テレビドラマが2010年9月6日から同年10月29日まで、東海テレビ富士テレビ系列の昼ドラ枠で放送された。東海テレビ、共同テレビの制作により、2010年9月6日から同年10月29日まで、富士テレビ系列で、平日の13時30分14時に放送された。主演は、高畑淳子、市毛義恵。 東海テレビ制作による昼ドラ枠で共同テレビの制作による作品は2010年1月5日、同年4月2日に放送されたインディゴの夜以来5ヶ月ぶり。キャッチコピーは約3000人が光を見て約600人が光を見ない。ポスターやオープニングタイトルでメインビジュアルとなっているマタニティヌードのモデルはアニコン専属モデルの鈴木幸。 本作をドラマ化した東方総枠においてオムニバス形式を採用するのは新たな試みとされる点で注目を集めた。原作自体オムニバス形式で構成され、ある程度時系列で整理がなされていたが、そのままではテレビドラマとしては成り立ちにくいストーリーであった。そこでテレビドラマ化するにあたっては妊娠、出産、中絶にまつわるエピソードを登場する。 人物単位で八つに再編成し、ストーリーを紡ぎ直す存在として、ドラマオリジナルキャラクターを設定した。それが、高畑演じる、ノンフィクションライターの吉村翔子である。そして、翔子が、一芸演じる、桐山冬子と彼女の下を訪れる妊婦らの悩み、苦悩を取材するスタイルを取った。それぞれのエピソードについては、冬子が翔子の取材に対して語った内容を、 映像化するという形で構成された。また一つのエピソードが終わるごとに、次のエピソードの入り口となる、短い展開が存在していた。現代はじめ境社天使の代理人さん婦人科、のぞみ大協立病院リンレディースクリニック用、月産婦人科医院沙乙女さん婦人科森屋クリニック、つげさん婦人科クリニック小山明ウィメンズクリニック。 辻井さん婦人科喫茶店美足霊各エピソードの出演者エピソード1エピソード2エピソード3エピソード4エピソード5エピソード6エピソード7最終章美光2010年10月11日は出雲全日本大学選抜駅伝競争のため休止ありがとうございます